ピンポン。いや、この前はひどい目にあったな。何の話や？いやほら、以前この部屋で見覚えのないスマホを拾って変な感じになったやん。ああ、これな。そうそう、それそれ。今後はマジで気をつけなきゃな。あかねちゃんも見知らぬスマホを拾っちゃ。何すでに拾っとんねん。いや、スマホって個人情報の塊やし、落として困ってる人がいるやろうから、しかるべきところに届けようかと。くそ、いい子だから責めづらいな。大丈夫なん？なんか変になっとらん。うん？今のところ特になんのないんやけど。ふむ、ならええか。それにしてもみんな遅いな。何やってるんだろ。ねえねえ、うん、どう？うち？かわいい？え？あ、うん、かわいいと思うけど。ねえねえ、うん、うちの方見て。え、なに？アホの練習？まあええけど。ねえねえ、うん、なんでうちだけを見てくれないん？ねえ？なんでや？ねえ、なんで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 。ちょ、やめろって。こんにちは。おーおーうん。うん。すみません。なんか姉がご迷惑をかけてるみたいで。その前に謝れ。何葵の方ばっか見てるん？え、うちだけを見ろー。キャー。あー、これは独占型ですね。独占型？好きな人への独占欲が強すぎるやつです。特徴としては、連絡頻度が異常だったり、相手の自分以外との関わりを断とうとしたり、行動を制限したりと、自分だけを見てほしいという欲求をぶつけてくるやつですね。へえ、いらん知識増えたな。あかりはうちだけを見れるようにずっとここにいてもらわなきゃ。縛るか、十字結びで。じゃあ雑誌か。縛ったら、その後、どないしよう。お姉ちゃん、ちゃんと監禁しなきゃ。監禁。おい、妹何してるから。なるほど、監禁ね。監禁。監禁。もしや意味をお分かりでない？で、で、密室で二人になったらどうするの？ねえ、密室で二人になったらどうするの？おい、妹。そりゃもちろん、心ゆくまで。トラップショートや。もうこれからのアホじゃない？よし、あかり、うちについてきてもらうで。ちょっと、待て。あおいちゃん。そんな応答許さんすわね。あかり先輩は私が守る。あおいちゃん、一緒に来る？え、葵も一緒に来てええで。グニヘアカリ先輩覚悟。てめえら。誰か助けて。もううちだけじゃ手に負えんよ。なに、アカリちゃんがピンチだ。助っ人に行くぜ。一緒に来い。ズンダモン任せるのだ。うわー、まともなのがいない。くんな。より収集がつかなくなるからくんなー。